9月8日、最新セリーグ順位表。世界が終わるまでは中日負けないな。中日 CS 見えてきたな。中日5位あるぞ。読みジェイサー。これ阪神だけやな、残り試合手抜きいて試合できるの。CS 争いと最下位争いが熱い。立浪さんの執念で差が縮まったんやね。阪神1位広島2位まではもう決まったな。あとは CS 争いと最下位争いだけ。また巨人が戸郷の耐久試験やってる。戸郷あと3試合投げるという事実。絶対壊れるわ。戸郷10回無失点無援護とかはセーバーアーじゃん。中日に恵んだれよ。くさ。中日煽り。強打なら120点。2位空いてる？最下位空いてる？中日巨人でたこ焼き試合は珍しいな。今日は投手戦やったな。広島と小田も悪いわけじゃなかったし。ヤクルトの方が地味に暗黒してるよな。チュニドラは面白いままだもん。ちなみに中日ドラゴンズは現在24イニング連続無得点中。これでよく勝ててるな。勝ててないんだよな。村上と小田の投げ合いは来週末だであるから、タイトル争いの模様はまだわからん。阪神広島より、ヤクルト中日のデッドヒートの方が気になるわ。